お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですねこちらのラバ掘りですね、はい、久々にやっていこうかなと思います。最近ラバルですね、ラバプラスバルーンのデッキは結構こう流行ってたんですけど、まあ、ラバプラスディガーのデッキは全然いなかったんですよ。まあ、なんでいなかった、多分ロイかな、結局ロイジャイが強くてロイに勝てなくて、まあ、いなかったんですけど、なんかこのダクネスケドラホバリングっていう、まあ、ファイボー枯渇、ポイズン枯渇の、ラボ掘りがちょっといるので、今日はこれをね、使っていこうかなと思います。いや、僕の記憶がおかしいのかな？もしかしたら、ちょっと前にラボ掘りの動画を上げたかもしれないんですけど、多分上げてない久々のラバだと思うんですけどね。まあ、というわけで、とりあえずやっていきます。で、これラバルとラバ掘りで全然立ち回りが違います。ラバはラバなんですけど、まあ、全然違うので、まあ、何が違う、おわぁ、賛成。これ、ね、結構悩ますよね。普通に悩ますよね。何が違うかって言われると、ラバは、こう、まあ、こうラバルを組んじゃえば、結構タワーを1本折る火力っていうんですかね。こう、まあ、ワンパンの力があるんで、結構積極的に初手ラバとかをするんですけど、ラバ掘りだと、その、一発の、うわ、めっちゃヒースピするやんけ。一発の重みがそんなないんですよ。なんかこう、ラバプラスディガーなので、こう、一本は折れないけど、まあ削れるとか、まあそんな感じなので、こう、ラバルの場合は、ガンガン初手ラバとかはいいと思いますね。まあなんですけど、ラバ掘りの場合、初手ラバすると、普通に、ああ、これうめえな。それでもファイブ使わせよってか、使っちまったよ。ラバ掘りの場合は逆に耐えてユニット残ったら端前ラバ行きましょうっていう、まあ、そんなイメージを持ってもらえたらいいかなと思います。なので最初はラバをあんま出さずに戦っていくんですけど、ちょっと相手のね立ち回りがいやらしいですよね。三子まさかの三子スケドラーと三子がいるのはあんま見ないので、ちょっとうまいことね、これ最初ダメージ受けちゃったんで、ここをどうにか耐えて、行きたいですね。で、あれは、まあ、タルとスケドラで抑えれると思うんですけど、いい感じのヒースピが、お、来た、ヒースピ引き殺した。ナイス。で、こういうところの端前ラボですね、これ。ここで端前ラボ行くと、シンプルにダクネのコウモリと、まあ、マッチョがいるんでね。これが相手が暮らしたらきついと思うのと、ファイブ打つか悩むな、打ってもいい気がするけど、打つ必要もない気もしますね。オッケー。相手が打つんかい。うわ、めっちゃいい。あ、でもいい。俺のコウモリの方が優秀。いや、これは、シンプルディガーつなげて、よっきょ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 。で、もう一回ちょっと、あー、早いな、回転が。でも、これ、相手からしたらきついと思うんですよ。で、三死には5打つけど、タルババだからな、ちょっと怖いな。5をザップじゃないのがね、でも相手も多分気づいてない説があるんですよね。君、ザップっていうのが。よいしょ。いや、気づいてるかな？オーケーオーケー。もう出せないですね。ここにスケドラ行きます。オーケー。いや、神ファイブを。おらオーケー来たー、これはいいでしょ。で、相手もう一回ファイブがワンチャン回る。いや、三勝打つ気か。いや、そんなコストないだろ。いや、これファイブっすね。いや、ディガー。ディガートラバー。うーい、ナイス、ご両親。危ねえ。結構危ないですね。結構危ない。あ、すいません。まあ、最初のスケドラにファイブってのが、いや、三勝いるんかいっていうね。ちょっと。まあ怖い感じだったんですけど、まあ今みたいな感じで、まあ守って、ユニット余ったとか、行きそうだったらラバーがいいかなと思います。まああと他には、こう、相手がホグで、ホグを守った。ホグ守りました。相手で次攻めるカードないですっていう時とか、こう、はまあラバー展開したりとか、まあいいと思いますね。だからラバー展開した時に、やっぱ隙があるので、こう、逆サイ、なんか振られてっていうのは普通にきついかなと。思うんでね。これ多分ザップがね、来ます。あ、ポイズンでしたね。まあまあまあ。今回相手は、ペッカ工場、かなーと思います。なので、これもまたこう、守って、まあ、ディガーとかも最初使っていいと思いますね。守って、普通に最後に後半ラバーさせれば、相手からしたらきついと思いますね。よいしょ、最後になったら絶対僕の方が有利になると思うんですよ。ポイズンだし、ホバもスケドラもいるし、という感じで、前半は耐えですね。耐え。よいしょ。タルババで防衛していく。で、まあ、ラバ出してシンプルに端前ペックされるだけできついので、僕は。普通にケツダクネでいいと思います。で、まあ、これで端前ラバを合わせるのは普通にいいと思いますね。まあ、相手の次第なんですけど、これ端前ラバしてペック来たらでも普通に嫌なので、一回捨てます。で、なんならのエレキを処理したいので、ホバ出します。うわ、めっちゃなんか、
あ、めっちゃいいじゃん、相手。え？うまい、うまいね。うまいね。よいしょ。これちょっと、おしゃれディーガー。おしゃれディーガーでね。こっちのゴースト、あいつを。いやー、いいですね。いいディーガーで、まず、あー、危ない危ない危ない。あ、ちょっと待って待って。今、走ったと思っちゃった。走ったと思っちゃった。はい、来たね。急ぐ！グッドゲームですね、これは。別に煽りでもなんでもないです。ただのグッドゲームです。もう勝ちましたね。というわけで、ここをケツラバするかすごい悩むんですけど、ケツラバした時の端前ペックがやっぱ止まんないので、ダクネから入りたいと思います。こうすると相手も端前ペックがしにくいんでね。ここで、まあ、ラバ行っていいでしょ。で、ポイ、ペック2かな？ペック2か。ああ、棒ポイしましたね。棒ポイしたら、これ遅れて追加したいですね。こうしたら、ポイズン使った後なので、これ突破できないと思いますね。あれちょっと5打ってあげて、よいしょ、エレキが飛べ、エレキ飛べ、いい、オッケー、ナイス。で、なんならこれがきつい。で、エレキか、がこの辺に降ってくるので、あ、全然違う。透明ななんか変なやつ出てきた。オッケーオッケー、エレキ降ってくる。いや、めっちゃいいザップだ。で、これはまあ、サンガゴですかね。うん。まあでも、サンガゴぐらいなら、これちょっとね、許容目で、これで端前ラバで多分終わると思うんですよ。終わる。まあ相手の攻めが来るぐらいかな。ここ耐えたら、まあ僕勝ちっすね。あれは、ワンチャンわざとタワーで受けてからの5防衛。オッケー。で、ゴーストを防衛してあげれば、オッケー！いい判断ですね。これはマジで、ケツラバした瞬間の端前ペッカが多分守れなくて、詰むので、まあ、ペッカとかに対しては、こういうね、後ろからね、後ろから、ユニット咲いて、ラバっていうね、サイクルがすごいいいのかなと、思います。まあ、巻き筋をなくすって感じですかね。相手が8番ペッカできなくなるので、まあ、そしたら僕がこう、絶対負けるって パターンが、まあ、なくなるというわけでさ、茨城県民連合の方、よろしくお願いします。僕は岡山県民連合、裏切り者、東京済みのラットでございます。よろしく。さあ、では、ウォールブレイカーですね。ウォールブレイカーだったら、ナイト。ナイトウォールブレイカーはマスケとかがいそう。で、ファイブが、まあ、あるか、おー、ロケット押し。いいですね。ロケ押し久々に見たな。嬉しくなっちゃうな。ちょっと、おしゃれタルババでキングキードをしようと思うんですけど、タルババをね、僕が使ったところを、さ、ギャング追加。なかなか、いい判断。あ、しかもキングキードできてね。やべえ。これ、ちょっとやったっすね。しかも、ロケ砲が、おい、微妙にちょっかいだけ出すな、微妙に。さあ、アマプリン、ちょっと厄介だな、5打っちゃいます。おー、やべえ。めっちゃ来た。これ、怒りちまいますね。あー、1体のドラゴン、やば！そんな入るか。待って待って待って、すげえ。ロケホープリンの、ギャング、ナイト、ウォールブレイカーでしょ。やばくない？めっちゃ枯渇してる。やばいやばいやばい。なんか喜んでるような場合じゃないんですけど、アイちゃんだけちょっと面白そう。ナイト、ギャング、ウォールブレイカー、プリン、ロケホー、なんだ？まあ、そんな感じか。まあ、まあ、頑張りましょうか。で、ロケホーが個人的にすごいラバメタで嫌ですね。で、ロケホー抑えたので、これもうこっち組んじゃって、ゴリリたいですね。これインフラのタワー来たらマシのグッドゲームですね。インフラじゃなかったら逆にいけそうですね。あとはポイズンとかあったらちょっとなえるぐらいで、結構アド取ったと思うので、OK。で、あれはホバで壊しちゃいてえな。なんかね、空ユニットがあんのかな。怖いですね。あのプリンは多分僕のホバリング優秀で、多分あのロケホも3コスとかだと思うんで、あ、ロケホバカだった、全然。全然バカだった。いや、これスケドラ追加していいな。あ、やべえ、ミスった。うわー、お前、バカか、バカか。こっち向くんじゃねえよ。で、これは守れない。まあ、40秒あれば、気合で1個折れそうな気もしますね。おい、頑張るぞ。頑張るぞ。ウォールブレイカーには折り使ったらいいかなと思います。さあ、これは、相手のロケ砲を徹底潰しかな、個人的に。ファイブを打っちゃって、よいしょ、ロケ砲がいなければ、相手結構きつい。あと、この隅っこオーバーですね。隅っこオーバー。あと、僕は時間との対決なので、よいしょ、守れる、攻めきれるかどうか。あともうタルババとか使って攻めちゃいます。よいしょ、ホバがね、ホバが最強ですよ、これ。いやー、絶対いける。絶対いけると思ってるけど、やばい。オーケーオーケー、ディーガーが入ってる。これファイボーで圏内になりますね。よし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 。よし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 。よし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 。で、これ一応ウォールブレイカーがね、なんか厄介なんで。ファイボー防衛。いや、いい。耐えろ。耐えろ、耐えた、来た。こっからは、
またさっきと同じように後ろからユニットを出していきますね。ラバーを出したタイミングがちょっと怖いので、後ろからユニットを出して出して出して、よいしょ、お、やばいやばいやばい、ダクネダクネダクネ、やばいやばいダクネダクネ、いっていってえな、いって、これはまあちょっと攻め利害しつつ、こういうところで真ん中ラバーとかできるとめっちゃいいんですけどね。後ろに下げて処理しますね。じゃあホバの対応が相手できないんで、これ真ん中ラバーでさては来た、ホバゲー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 、降りでコウモリも頑張ってますね。いやー、プリンちゃんとあれめっちゃ嫌だな。まあでも相手も苦しい。まあ一回また後ろダクネですね。遠距離が多いな。そのデッキちょっと使いてえな俺マジでやばいっすよねこれ。遠距離多いんだけど、どうかしてるよこれ。プリン止まったらやべえなこれ。オーケー、ナイス。おい、お、やばい、めっちゃ来てるめっちゃ来てるめっちゃ来てる。で、相手あれっすね。さては、なんかスペルがないんですよね。中型スペルがないので、僕が、こう、イモっとけば多分勝ち。僕が攻めなければ多分僕負けないっすね、これ。もう、このダメージで。あとはバレルを気をつけるのと、真ん中ウォールブレイカーを気をつけるぐらいで。よしよしよし。いやー、マッチョナイス。で、こういうところで、ちょっとホバ残ってるとかに、真ん中ラバとか行って、ちょっとね、もう両サイにこうゴリゴリ行くと、いやー、飛べ飛べ飛べお前ら。このね、飛んでるやつだからね、やっぱね、活躍してくれる。よしよしよし。あとは、もう、イモルだけ。あとはイモって、もう、タイブレイクで逃げ切る。もう、僕が負けるって言ったら、これが入るか、まあ、真ん中のウォールブレイカーが来るぐらい。まあ、だと思うので。まあ、一応、D 側とかで攻めつつ、降りて受けて、よいしょ。ファイブ防衛して、勝ちというわけで、危ねー、グッドゲームですね。序盤がね、やっぱちょっとついていけなかったですね。相手のこう攻めがめっちゃいい感じでしたね。バレルウォールデック、あれはやられたんですけど、まあでも相手も僕のやっぱホバスケドラがね、まあきついよねというところで、まあそこをしっかりね、つけたんじゃないかなと、思います。というわけでさ、ラスティングやっていきたいなと思います。さあ、シルバーミニオンさんですね。ちょっとかっちょいい名前ですね。僕の好きな色がグレーとシルバーなので、ちょっとね、こう、あんま、なんか戦いたくないというか、なんか趣味が合いそうなね、お方でございますと。いうわけでさ、ロイですね。相手今回ハンター、スケ、ヒースピなので、まあ、スケドラが、か、エレキのロイジャイだと思います。で、ハンターいない今とかすげえチャンスだと思うんですよ。なので、これラバで横、ちょっと離れたところに竹取って、もうこれでもうグッドゲーム。ファイブ使ったら、スケドラ追加して終わりみたいな。え、これ。ファイブ使え？ファイブ使え？おー、使わない。いや、めっちゃいい受けしてくんな。あー、それはいいな。このホバリング追加ちょっといらなかった気がするんですけど、そんなコストもないか、相手も。いい。これだけ。いや、いい。これはさすがにハンターいない。スケドラか。あー、スケドラですね。しかもホバも優秀と。いや、これ、ちょっと痛えな。タゲの順番逆が良かったですね。まあ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 。今みたいな感じで、またね、ユニットから端前ラバーをね、やっていきたい。で、ロイが来たら、まあ、ただ守るという風なやつです。よいしょ。で、ちょっとあざとってるので、檻を置かずに一回タルババ転がしてからの檻置いて様子見しようかなと思います。さあ、端前スケドラ追加ないですね。さっき相手がスケドラ使ったので、まあ、ここスケドラで守って、で、ここで、痛い、ちょっと痛いんですけど、こういうタイミングですね。相手が今、ロイジャイとファイブを使いましたよと。僕がラバ出したら相手は何するのっていうところなんですよね。まあ、なので、ここちょっとラバ展開ね、やっていきます。で、2枚咲いてるので、あともう2枚でロイが回ってくるんですけど、シンプルにロイダクネ、で、ファイブまでもうあと3枚ぐらい回さないといけないんですけど、まあ、ちゃっちゃ出しちゃうと、ホバとダクネ巻き込まれちゃうのがちょっと嫌なんですよね、僕としては。これもファイブ打って、うん、やべ、めっちゃいい、なんか相手、ユニットの出し方ですね。いで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 。あ、ダクネダクネ、お前ならいけるよ。で、ここ、裏にディガー飛ばして、いい、全部残れ、全部抜ける。これ、ホバがね、いい部屋地出してる。なんかこう、パピーにも当てたくて、このホバにも当てたいってなった時に、ホバが、なんかこう、いや、お前、当たんねえってなって、当たんないやつですね。さあ、これはもう相手もね、たまらず、グッドゲーム諦めましたね、と。まあ、いうわけで、守って、端前ラバというのを、こう、ユニットから端前ラバっていうのを、ま、気をつければ、結構負けないと思いますね。で、いや、これ、端前ラバ間に合わねえなと思った時は、
ラバーをつけずにディガーをつけて、まあ、ユニットプラスディガーで攻めるよと、まあ、ラバー飾りみたいなね感じで思ってもらえればいいかなと思います。というわけで、今日は銀の宝箱しかゲットできなかったですね、まあ、いらないですね、このね宝箱を求めてね、これからも頑張っていきたいなと思います。というわけで、今日はこんな感じで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。